佐世保駅側の入り口4が町商店街は長崎県佐世保市にある商店街。全長は516メートル、幅11メートルでアーケードが連続してつながっている3が町商店街の長さを含めると960メートルとなり直線につながったアーケード街としては日本一の長さである。4が町という名前の由来は商店街が上京町、下行町、 本島町、島の瀬町の4つの町で形成されていることから、4が町にある松浦鉄道西九州線佐世保中央駅、佐世保駅方面から入り口に入ると比較的昔から経営している店舗が立ち並び、本島町付近から島の瀬町付近までファッションビル、書店、雑貨店、レストラン、ファストフード、カフェ、その他各種の専門店が並ぶ。 中心市街地の一つである島瀬町にはイオンが営業しており、隣接して18神話銀行佐世保本店営業部もあってこの付近が一番通行量が多い。1月2日の早朝に行われる初売りは約20万人の人出となる。また、イオンが展開する電子マネーであるワオンに関しては以前からサービス展開を行っているイオン、佐世保ショッピングセンターやマクドナルドに加え一部の 店舗においても和音の決済サービスが開始されている。テナントは60店舗以上あるが、ここでは代表的なテナントのみ掲載する。テナント名次の内は所在する町名、ンはアーケード街の外にある店舗である。詳細は4がチアーケード公式ホームページを参照。佐世保市と同規模の他との商店街と比べ、当商店街が賑わいを見せている要因としては、 国道35号に並行して、市役所と佐世保駅、約2トルの間を貫くように、市街地が形成されているという、平地の少ない佐世保独特の地形から言える。商店街の近くに主要施設が一通り、揃っているため、用事を終えた後の買い物がしやすく、市民にとって利用しやすいことが要因とされる。さらにここ数年、佐世保市中心部にマンション建設が急激に増え、 市街地の人口が増加しているということも挙げられる。しかし、これらにより、通行量は増加しているものの、旧体依然とした商売を続ける、老舗店舗の閉店や売り上げ減少、福岡市や郊外のショッピングセンターへの流出が問題となっており、特に、福岡市への消費者流出は、九州六都市の中でも佐世保市がトップであり、魅力ある店舗づくり、テナントの充実など、 早急の対策が望まれている。そういった経緯もあってか、佐世保市、愛浦町にイオン九州の九州最大規模の郊外型大型商業施設の出店計画が持ち上がった際は反対し署名活動も行っていた。その結果、当時の三武県市長はイオンに対して出店予定地の商業利用を認めないことを発表していた。ありがとうございます。